はいどうも皆さんこんにちは、大好きゲームズよくそっとしです。はい、今回はね、前ワンタイムイベントが終わって、そして新しい蓋が始まって、これ今見たんだけどすごいね。奥になんかお城がない、目の前にはなんか牧場っすか、木島みたいになってるね。素晴らしいね。あ、すげえ、あ、なんか後ろにお城みたいになってる。バトルパスもすげえ、なんかちょっと変わってるね。これがボーナス報酬で、追加のなんとかクエストが与えてくる。あ、これバトルパスチャプター4、あ、新しいチャプターになったのか。バイク、おお、すげえな。わーお。あ、なんか、なにこれ。おお。すげえ、バイクあって。あ、雪玉、なんかあの、すげえなんかできる。わーお。今の待って、 MK7 なかった今の。気のせい。わお、かっこいい。新しいショットガンか。なにこいつ。やば。あ、バトルパスや。じゃあ早速購入していきましょう。こんなんで時間かけたくないんで。お、最初のスキンがこれか。じゃあまずなんかあのこの撮影仲間がちょっとあの練習したいって言ってるんで、一回ちょっと練習していきます。はい、やばい、ちょっと、いやもうちょっと一回飛ばしてみましょう。アップしてきたんですけど、あ、全然ダメっすね。もう全然ダメっすよ、本当。ウォーミングアップじゃん、なんかあれなんだよ。やばい、もうウォーミングアップしようとしてもマジでボコボコにされて、ちょっとあの腹立ったんで、ちょっとこの試合でちょっと見せつけていきます。なにこれ、なんかちょっとあのお城みたいな感じになったけど、これ意味不明ところ行っちゃった。あかん、取れん。やばい、バカみたいなところ行っちゃった。何これ。あ、これなんかすごい宝箱の中で、そういえばね、見たんよこれ。今のすごくない？今のてか、こういう時に限って俺はね、大体やられる。てか、なんかリアルさ増したよね。なんかすげえリアルさ増したよ。なんか謎のリアルさなんだけどさ、宝箱ほら違うもん、ちょっと前と違う。輝きがなんかエグすぎて。それとこれなんだろう。これさ、なんかあのショックウェーブハンマーとかっていうのかな、これ。あとなんかあの、帰ってきたんだよね。なんかあのアサルトライフルがなんか帰ってきたらしいよ。で、これ何って言ったら、これさ、なんだ違う、 MK7 ちゃうわ。サンダーショットガンが一番なんか強い気がするんだけどさ、確かこれでなんかあのなんかすげえなんか未来さが増してるんだけど、未来さ。すげえ、ワールドキング、かっこよすぎる。あ、まだあんだこれ。鍵とかあるんや、まだ。まあ、花も綺麗だし。よし、仲間かわいい。怖っ。面白いじゃん。
リブートバーン壊れないだからさ、なんかあの移動するときこれ歯めっちゃあのふわーって浮くわ。すごい、なにこれ、なにこれ、寿司100ダメ。これ見て、これ自分で爆発する。見て、ということでね、ちょっとなんかあの今シーズンなんかちょっといろいろな要素とかなんかあのまあなんだろういろいろな要素とかあといろんな武器あったよね、確かハンマーみたいになったよね、ハンマー。まあそれとかで、まあいつかわかんないけど、まあビクロイしていきたいですね。はい、ということでね、もしこの動画が良ければチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあね、バイバイ。